ピチピチ17歳ガンマの脳筋ズポケバトル。影の実力者になりたくてセカンドシーズン第5話の反応集行ってみよう。金融バトル編の続きでございます。関係は極秘裏に。何が影のエッジだ。お前らは影のエッジだろ。信用が崩れるのは一瞬。その当人が思いっきり破ってる気が。字が止まった。ここは私にお任せください。え？招かざる客の対応にガンマが名乗り出るけど、アルファもニューも聞かなったことに。聞かなかったことにするな。私にお任せください。2回目。涼しい顔でテクツするな。時間巻き戻った。めっちゃ贅沢な魔の使い方。貧乏くじ引かされた。こける未来しか見えない。やる気のある無能ほどなんとやら。ええばっかりで草。ガンマ大人っぽく見えて17なのかよ。驚くポイント多いな。このアニメの天丼って本当にずるい。17とかそういう問題じゃない。17って若いから驚いてるのか。サバか。下手すると大惨事だから。オープニング来た。メガネを忘れてないので、おしゃべりクソメガネに復帰オープニング。七影って誰が年上とかあるんか。糸を引くもの。納豆かな。ようこそジャパリパークへ。影実の一発でやられ役ってわかるキャラデザスキー。ルーナ、ガンマ、最強いっぱいいるな。小物感がすごい。防がんのかい。音おかしくない。なんやこのギャグ。初っ端からクソ笑わせてくれる。シュ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 。本当に戦闘センスゼロなのね。シュ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 。かわいい。ついにアニメでガンマのシュ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 が。すごいのかすごくないのか。シュシュシュしてるガンマかわいい。石頭前の死闘が痛いで済んでるのやばい。天丼がうめ。ほんとここ笑ってしまう。コントやってんのかお前ら。攻略ウォンテッドみたいなやりとり。耐久とパワーに曲ぶり。焼きの時間だ。あ、魔力をたくさん込めて叩き切る。シンプル。突然精神年齢が下がるのは何なの。教えるの諦めてるじゃん。ガンマ、シャドウ様がサジを投げた女。もはやただの脳筋で草。戦闘技術のない超ハイスペックモンスター怖い。ドジっ子かな。ガンマさんすぐこけるからな。知識と頭脳は一級品なのに、運動神経は相手も驚愕するレベルでひどいわら。アーモーめちゃくちゃだよ。店ぶっ壊してっけどいいの。完全にいつもの大惨事って顔されている。やりますね。やってない。鼻血出てるぞ。トラップだったのか。そりゃ関わりたくないわな。敵が勘違いで上げられるって珍しいパターンだな。鼻血吹いてもらってる。やめろ。建物ごと吹き飛ぶぞ。同じ絵面やめろわら。今日作画もテイク2多いな。ガンマいつもぶっ倒れるから無駄に耐久力が高いのか。うすり。これはひどい。資格がこんなやられかていでええんか。これじゃミルキーホームズだよ。来たね花火だ。アルファが頭抱えてる。捨て身大車輪ずっこけ。だから鼻血出てんぞ。ガンマ17ってのも驚きだけど、戦闘能力ポント全然ないな。ただのは捨て駒だった。見たことあるスタリッシュ防寒スレイヤーさんいたけど。またあんたが原因か。やっぱシャドウのせいか。スタイリッシュさんの被害者の方だったんですね。アレクシア来た。久々のアレクシア様。アレクシア強くなってる。凡人の剣やっぱりいいよな。アレクシア王女、剣術面は成長したのか。こいつらまだこんなデートみたいなことしてるのか。まだなんだかんだで仲いいのな。ローズ、知らない子になりましたね。余計なことしかしないアイリスチッス。お姉ちゃん闇落ちしてない。一応メインヒロインっぽいことはしてる。アレクシア、ヒロインポイントが爆上がりである。指導君、本当にどうでも良さそうで草。ジョン・スミスの時間。ここがラーメン二郎ですか。そこはニンニクチャーシュー抜きだろうが。どう見ても二郎系の店じゃないんだけどな、ここ。その格好で屋台はおかしいやろ。めちゃくちゃ工業的。マネーロンダリングやめろ。偽札にワロマンがあるな。偽札を製造して無法都市経由でばらまくと。ルパンを追っていたら見つけてしまうやつでは。ジョン・スミス、一体何どうなんだ。本当に偽札やるんか。偽札アニメになってきたな。さすがスーパーエリートエージェント。えっ
今週。多いな。今週は、出押し切る気かな。絶対分かってないでアリンス。ネタの天丼が多い。ギリギリの会話しとるな。完成度が高い方が偽物。本物より出来のいい偽札になったの面白いな。雪音はスタイリッシュが昔助けた狐か。月丹じゃなかった。月丹許せねえよ。月丹っていう土地場しか思いつかないのだが。月丹はスレイヤーさんにボコボコにされたっぽいよ。偽札の話をしている。早速バレてるじゃねえか。シャドウガーデンは偽札だとは見破れるのな。さすがアルファ様。アルファ頭いいわ。一体誰が何の目的でって。あなた方のマスターですよ。どいつもこいつもポンコツだな。出来の悪い方が本物だぞ。大商会連合、総資産を超えた額の紙幣を流通させちゃってるのか。もうやばいな。ハイパーインフレーションになってきたな。さすがに指導君はわかるか。なんか勝手にうまくいってしまう。指導知ってるから効果に。本人がわかってないからな。ここの蒸し器の水滴の柵がすごいですね。写真取り込みかしら。そこから教団の資産まで伸びちゃうのもはやギャグだろ。ギャグだったね。見事に誰も何が起きているか分かっていないな。月丹は両目とも見えないのか。やっぱり信用できるのは紙切れじゃなくて金の延べ棒なんだよな。664と665と666来た。不安すぎるこのパーティー。666番独断専行が多いのか。めっちゃ信用されてない。666一人だけのんきだな。665かわいいな。ヨウミヤさん演じるキャラいつも何か食ってるな。664さん優しい。イチャイチャしやがって。金箔来た。グヘヘ展開か。ジョン・スミス来た。謎の男ジョン・スミス一体何者なんだ。ジョンハンかって。名刺シャドウを裏切る。ジョン・スミスくん楽しそうだな。ナイフの方が壊れる。糸使いは強者の法則。実力はローズの方がこの二人より上なんだよな。縛りプレイン。こりゃエッチだ。セクハラ&パワハラですよシャドウ様。ローズ先輩こんなでかかったっけ。糸使いってロマンよね。スライムソード使ってないんだな。666おいおい肉弾戦の強いルルーシとカチートすぎるだろう。あ、頭脳戦できないから問題ないのか。みんな影の奥くんって気がつかないの面白すぎる。ジョン・スミスさんマジで人生楽しそう。はい、ボスシュート。ジョン・スミスにあっさりやられる664たちでした。走行中の列車から落ちてほぼのダメなのはさすが。事態が余計にややこしく。ローズさんは頑張っとる。結構短期間で実任務に出られるほど鍛えたのに悲しい。ほんとシャドウ様以外は真面目に生きてるのに。あいつが強すぎるだけでもこの世界のあらゆる勢力よりも強いと思うんだけど、主人公には遠く及ばない。ジョン・スミス一体何シャドウなんだ。世界を大いに盛り上げるジョン・スミスをよろしく。今週もあっという間にエンディング。体感時間短すぎるわ。同時にいっぱいブロック振ってくるテトリス嫌すぎる。エンディング、今日の前半でって言っていた顔に模様のある人オメガさんって言うんだ。本編で笑ってからのエンディング1枚絵で知性分補給。これよこれ。オメガも最高だな。ラムダといい褐色に白衣装が合いすぎてる。無駄にスタイリッシュバトルしまくってる。ズラと影脳のおバカが炸裂しまくってる。クソボケムーブで一生面白い。みんなキャラ立っててすげえおもろい。ナローにありがちな敵がとんでもないバカっていうわけじゃないのもいい。こいつらなんか内乱構図になってるなと思ってたら本当に内乱になってたわ。なんでジョン・スミスになると声がルルーシになるんだ。地味な青年になるとグリリバになるようなもんよ。ガンマがガンマらしい戦いをしてオチもガンマのお約束17になったけど何も成長していない。ちょっと戦うだけで面白いガンマさんずるいな。え、だけでクソ笑ったわ。バカだけど力を込めるのは上手なガンマさん。ギャグキャラは死なないからいいな。達人に渾身のチョップ食らっても痛いで済むのになぜかこけただけで鼻血は出る。粘膜だけは弱いのだろう。つまりは穴に棒でも突き刺せばなんとか殺せたんだ。アニメは原作で薄かった絵、要素を強めに作ってくれてるからありがたい。なぜシャドウガーデンに普通のヒューマンはいないのだろうか。下手したら666番くらい。666番も普通じゃないぞ。悪魔月から治ったのしかいないんじゃ。悪魔月集めてるからな。
必然的に魔力の高い種族の割合が多くなる。どっちが偽札か問題、漫画版だと完成度の違いだけ言い当てて誇らしげにしてたのに、アニメだと思いっきり出現してて笑った。社長外に不明な理由で正体隠して新人いじめてると考えると、シャドウガーデンも大概なブラック企業かもしれない。いまいちシドの狙いがわからない。小遣い稼ぎ程度だと思っていたのだが。それで合ってる。周りが勝手に拡大解釈で変な方向に行くのを楽しむ作品。簡単に言うと、偽札を流通させることで紙幣の信用を徐々に下げていって、完全に信用が崩壊する前に大商会連合で紙幣を大量の金貨に換金して大儲けをするのがシドや雪女たちの目的。ちなみにシドはこいつらのこと三つ星の社員だと思ってる。自分の部下だと微塵も思ってない。ただの社員がこんな格好してるのかよ。ティアムーンとかの主人公もそうだけど、この手の勘違い系って一種の因果律操作だよな。勘違い系は話を作るのがマジで難しいらしい。すれ違いのパターンと話の辻褄合わせが特に。偽札偽装とか大胆な犯罪をやっておいて、自分が使うのを躊躇する当たり小物で笑う。くれくれクレアデス×影実コラボアニメ面白かった。エンディングのシャルティアとイクシロンよ。ということで、影実に記号は視聴させていただきました。偽札編2回目。まあ話的には偽札を流通させて、それをシャドウガーデンが止めに来る、いわゆるため会ですけど、それでも細かいギャグが矢継ぎ早に乱打されててめっちゃ笑いました。すぐ再放送するぐらい繰り返したり、結構止めが多かったりと作画省略気味でしたが、あえて省略してるのをギャグに使う手腕には笑ったと同時にうまいなって思ってしまった。まあこれはガンマというキャラだからこそなせる技かもしれませんが、ガンマって防御力最強な割にガチでポンコツだから、もうこの人が動いてるだけで面白い。今回なんか運も味方につけてしまったからな。まあその代わり回りの門ぶっ壊しまくってるけど、でも不覚にもシュッシュって言い方がなんかすげえ可愛かった。しかしガンマって17歳なのか、正直一番年上なんじゃないかとすら思ってたわ。周りにも17なのみたいに年上に見られてるのはワロタ。他のシャドウガーデンはいくつなんだろう。そして偽札をめぐってジョン・スミスとシャドウガーデン末端たちが退治してしまいました。あんな仮面つけてたぐらいで自分のマスターってのがわからないなんて、こいつらもまだまだだな。これシャドウは自分の部下だとは思ってないらしいですが、下手したら殺してたんかな。偽札作ってて、それを守るために自分の部下を撃退するってマジでクズだよな。そんな中で一人だけめちゃめちゃシリアスな風を吹かせている666番さんが逆に面白いです。なんかこの人だけ作風が違うというか、別アニメから来たかのような感じを常にまとってるな。この人はあれか、ギャグをやってはいけない病にでもかかってるんか。たまには力抜けよ。あとなんか久しぶりにアレクシア王女が出てきたのが嬉しいサプライズでした。今期では出てこないと思ってたよ。アレクシアは純粋に強くなってるからまだいいけど、アイリスお姉さんは闇落ちしてるじゃねえか。純粋なアレクシアとダークなアイリスの対比も面白いんですが、そのうちまたこの2人との対決とかになってきそうですけど、まあしばらくはその展開はお預けかな。まずはこのカオスな偽札騒動をどうにかしないとね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。